こんにちは、四角男部理科です。宇宙に行きたいわけじゃない、そうだ奈良へ行こう、四角宇宙始まりまーす。ということで今回はあの大人気企画めっちゃ持ってる結構もうキンキンというか最近やったばかりなんですけれども、次の日の違うシリーズを、早速やってみたいと思います。今回は進めてきた張本人である矢部ちゃんも一応同席しておりますが、次の日昭和からの呼び声でよろしいでしょうか。一応ね、なんかルビーは呼び声に見えるんですけど、一応じゃあ私は呼び声と言っておきますね。昭和からの呼び声という、作品シリーズやりたいと思います。さあどんな感じなんでしょう。前回で次の日っていうのがどういうものなのかっていうのを私も理解しました。で、その私もそんなにそのホラーっていうのは得意じゃないんですけれども、もうどうやったら怖くなくすかっていう方法をね編み出したので、今回もその感じでやっていきたいと思いますよ。皆さん怖いと思うけど付き合ってね。それではスタート。ホラーゲーム始めるときのテンションじゃないのよこれは完全にさあ、昭和からの呼び声または警告、いないはずの何かに気をつけろ。お、すごい昭和だね、髪型うっすら見えてるの。それは家の中であなたを見ている。やだね、それは何かが見ているなら家ってやだな。私ちょっと電車は人がいるけど家はやだな。マウスは文字を送ったりして、キーボード出てきて、エンターで文字送りできます。あ、スマホもあるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。完全に今もう、トロサーモンの久保田さんの言い方の感じで言っちゃった。いきますよ。あー、また、こっちだ。こっちこっちに行くんだ。はい。違います?あ、動きますね。はぁ、やっと着いた。動き続けなきゃいけないですか?ずっと言ってんのこれ。はぁ、やっと着いた。今日からおばあちゃんの家に泊まりか。なんでちょっとテンション低いの、あんた。大丈夫か?お母さん、出張だから仕方ないけど。今時のファッションだね。かわいいね。薄いピンクの帽子ね。やだな。おばあちゃんって古いんだよね。そう?古き良き。色欲。このポスターは絶対に恐ろしいことが起こるタイプのポスターですね。絶対にわかるんですよ、私は。後、あ、なんか、向こう側になんか人通ってんのも私ちょっと見えました。あー、あとなんか、意外と私、トンボが近くで走ってんの無理。うん、おばあさん。おばあさん。やっぱ私、目元見えてないのちょっと嫌なんだよね、基本的に。いらっしゃい。遅かったな。遅かったな。あ、お世話になります。久しぶりに会ったおばあちゃんだからやっぱ人見知りしちゃうよね。わかるわかる。さ、上がっておいで。動かすのね、まだ。あ、家の中に入り込む。全部横。うん。あのタイプのなんか、人形かなんかもちょっとこう。お邪魔します。あ、偉い。帽子脱ぐんだ。ちゃんと。ねえ。おばあちゃん家でもね。もうほぼ他人みたいなもんだから。脱いだ方がいいですよ、帽子。あ、カメラが切れました。電池がなくなりましたよ。今ちょっと、タイムみんな。タイム。続けます？オッケー、じゃあ続けます。一応予備用の、あ、やっぱさ、なんか後ろずっとなんか動いてるんですけど、予備用のカメラね。今時間で言うと、4時45分なの?短い針が9時に見えるんだけど、だとしたらちょっと外明るすぎるもんね。ちょっと前、まあどっちでもいいんですけど、おばあちゃん、あのね、ずーっとこっち、ちょっとずつこっち見て、ほれ、こっちだぞ。ほれ、こっちだぞ。おばあちゃんの役まだあんまりすることないから難しい、ね、ほれこっちだぞ。ほれこっちだぞ。しばらく見ねえうちに大きくなったな。なん
か鏡も怖い、汚くて、あ、通った通った、私が通った後にまたなんか通った、爺様の葬式の時以来か、あーなるほど、なんか見せる見せる、あー勝手に障子もしまった、見せるタイプだ、あの見せるね、その今流行ってます、ちっとも顔見せねえのに困った時だけ頼ってくるんだな、あの見せるタイプのさ、なんていうの、そういう、あー勝手にドアしまった、あの見せるタイプのなんていうの、そういうのあるじゃないですか、おしゃれな実家は旅館じゃねえで、たまに帰ってくるんじゃダメだね、ドア開いたり閉まったりしてますけど、立て付け大丈夫ですか？あー鏡ね、鏡。あーすごい、あ、結構、あね、大丈夫です、さっきから鏡に何かわからないものが。なあ、お母さんに言っといてくれや。あ、すーごい。え、ずっと廊下なん、この家。細いね。細い家だね。奥深いね。あ、あら。完全に聖子ちゃんカットの娘さん見えてますけど、私だけですか？さあ、晩ご飯にするかね。あの、このうち結構なんか、その、あれって何？インテリアをその見せるタイプなんですね。あれ？誰だろう？もっと押さない方がいいかな。あれ？誰だろう？ちょっとロリーすぎるかな。次の日、地上波、ああすごい、ああすごい、昭和ヘアのお姉さんが、昭和のシンプルヘアお姉さんが一緒に連れました。ああ外で電話してる、やっぱ聞かれたくないよね、思春期だし。もしもし、お母さん。うん、なんか家の中電波通じなくて、外で話してるの。そうなの、早く帰りたいよ。だって、トイレが和式なんだよ。私、あんなの使ったことないよ。え、今の中学校とかって和式トイレないんですか？そんなことないですよね駅にもあるよね。あれか、靴とかにちょっとなんかその飛び跳ねたりとかして汚れるのが嫌なタイプなのかな。あなたがただ使ってないだけ。世の中にはありますよ、和式トイレ。やっぱこういうの教えてあげないと。洋式って違うよ、おばあちゃんち和式だよ。え、洋式に工事したの？でもやっぱ工事したけど、ずっと和式のトイレを使用してきた人にしたら、やっぱもうやっぱ洋式ちゃうかもっつって取り外しちゃったのかな工事じゃなくて、あのはめ込み式ありますからね、おばあちゃんの声。ごはんだぞー。ちょっとおばあちゃんの声できひんわ、私。パカパカだ、この子の携帯。あ、はーい。うん。またね、お母さん。お母さんも辛いね。大変だね。はぁ。私が歩かせなきゃいけないんだね。企業。奇抜な魚、企業、ボーン、氷、アイスクリーム、火の用心、全部怪しんでいこう。もう私でも、なるほどね。駄菓子屋に、怪しげな夫婦。夫婦かわからない。あ、で、キューピーらしき人形がちょっと映ってる。あれもどうせなんか目が赤くなったりして、なんか今、シューって人間動いて、まだあれですね、このなんか私が怪しんでるこのね、これなんていうの、カバンみたいなのは大丈夫。なんかダイゴさんみたい。ずーっとやっぱ向こう側にずっと誰かが走ってます。住人ですね、何かしらの。晩ご飯にカレー作ったぞ。あ、そうですか。さあ上がっておいで。あ、ちょっとおばあちゃんできるようになってきた。ああ、ねえ、すごい。なんかさ、やっぱ、こう移動するタイプのお化けって、ちょっとおもろいよね。ねえ、ドア、どうやって閉めたの？この匂い、あ、この家の匂い、慣れないな。まあ、カレーの匂いもちょっとあると思うんですけれども。
時間にして、あら、ずっと4時45分じゃない？ねえ、で、ねえ、あー、昭和シンプルヘアのお姉さんが、あ、ご飯だって。ん？無視されてんの？かわいそう。変な子。そうだね、ほっとこほっとこ、変な子はもうね。そう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 、向こうから歩み寄ってきてくれたら。あ、大丈夫？すーごい、画面に入りきってないけど。誰目線ってなっちゃうもんね、そうなって。まあ、ほっとこ、変な子だと、変な子が近寄ってきた時にはちゃんと自分も答えてあげようね。そうしよう、うちらそういうタイプでいこう。で、鏡の前撮るの嫌なんだよね、この家。あ、そう、一生懸命アピールしてきてるね、昭和シンプルヘアのお姉さん、すごい一生懸命。あー、なんか、鏡になんか2回映った、気のせいかな。あ、待って待って、昨日まであった掃除機なくなってるけど。昨日あったさ、その見せるスタイルの掃除機なくなってますけど。これもなんか謎な気するよ。だったもんね、そのインテリア見せる系なんだって言おうと してたところだもん、ここ。で、この多分襖もほら開いたり閉まったり。お、え、じいさん、おかえり、森の神。え、あれ、おじいちゃん生きてるじゃん。軽っ。そうだね、生きてるね。嘘つかれちゃったのかな。あんまそれ以上気にしない系だ。なるほどね。あ、まあ、なんかその、なんか、なんとか孫いたみたいなやつの猫、何でしたっけ。で、向こうの部屋の鏡多い、この家。あ、じいさんと、あの、昭和シンプル編お姉さんついてきてますよ、完全に。見えてます？あとドアが開いて、すごい立て付け悪い。斜めになってんのかな、この家ね。で、鏡またどうせじいさんと、はい、なんかすごいうなだれてました。大丈夫ですか？調子悪いですか？で、なるほど。この時間に洗濯機回すタイプのうちだ。へぇー。まあいいのか。一軒家だしね。うちの家もそうかも。あ、大丈夫ですか？古いタイプの夜間の音聞こえてますけど。おばあさま？おばあさま、猫背が、すごい。さ、晩ご飯にするかね。そうしよう。ん？え、この日もしかして終わり？次の日。今んとこでもまだ、全然。全然そのドッドキッともしてない。お母さん、おじいちゃん生きてるじゃん。え、だっておじいちゃん家にいるよ。死んだって。お母さん、どうしてそんな嘘つくの。後ろに何かいるよ。大丈夫？すごいテンション低い人いる。私、お母さんを困らせてないよ。かわいそう、信じてもらえ。おばあちゃんの声。ご飯だぞー。すーごい、そこそこ距離あんのにさ、おばあちゃんすごい大声で呼んでくれるんだね。優しいじゃん。ね、そんなおばあちゃんのこと疑うのやめようや。おばあちゃんに呼ばれたから行くね。アドリブ。オッケー。あ、出た！またなんかその、犯人探してますみたいな、目撃者探してますのやつ。どうせこれも、あれでしょ？ねえ。ねえ。この顔もだんだん変わってくんだ。わかってますよ、私。予想してこう、先に。フラグ先に、追ってこう。いいよ。どうでしょう。で、なんか、今日なんか後ろの部屋にまだいない。カラーテレビ。ここのなんかテレビ、こんなとこか、テレビ屋さんだっけ？あー、すごーい。今度は、
おじいちゃんとお孫さんかしらね。ああ、これ駄菓子屋さんだったの？テレビもあったんか？ああ、で、キューピーの面が黒いのは昨日から変わらない？あ、で、向こうの方になんか人立ってるように見えますね。まあまあ、まあまあ、そんなにまだ近くない。あ、鏡になんか映ってました。あ、で、すごい横に早めに。あ、昭和シンプルヘアのお姉さんで。あ、これ私が怪しいって言ってた看板みたいなやつ、なんだったらもうなんか変えられちゃってるじゃん。大吾さんにそっくりだねって言ってたやつでしょ、私が。目撃者探してますに変えられてます。で、横走り早めの小シンプルヘアお姉さん。でもこれお家ね。あ、おじい様が着ていたお洋服干してあるね。で、おばあ様もすごいうなだれて。晩ご飯にカレー作ったぞ。またカレーか。でも、二日目のカレー美味しいって言いますもんね。え、またまたとか言わない。ね。受け入れよ。ね。二日目美味しいんだーって。まあ、その、まだ難しいかな。中学生だったらね。入ってこ。細長、ビロ家に入ってこ。ずーっと見えないね、お顔がね。シンプル、昭和シンプル編お姉さんのね。無視しちゃう。私のこと見えてるんでしょ。すごい。これだ、イヤホンでするとゾクゾクってするんだ。一応私も言っとこうかな、もう一回。私のこと見えてるんでしょ。再放送。え、変な子。やっと心開いてきたのかなって思ってあげてよ。ね。やっと、三日目にして。ね。あ、すごい。あ、一緒に動いてるじゃん。おもろー、この子。でもちょっとこっちの方がやっぱ速度早め。で、また4時45分。一生4時45分の世界なのかな？私のこと、見えてるんでしょ。ちょっと待って。階段の段に、昭和シンプルヘアお姉さんが、私のこと、歌の合間にそういうのあるよね。私のこと見えてるんでしょ。みたいな、その、ラップみたいな。黒電話あったっけこの家。で、あー、そう！え、すごい近いよ。鏡に映る昭和シンプルお姉さん。あー、で、このなんか写真、ちょっと変わってる？なんかこんな顔真っ黒だったっけ？で、やっぱり掃除機がないのよ。見せるインテリアの家。あ、落ちちゃった。ほうき。どうする？拾ったりできんの？うん、できませんね。じゃあ、ほっときまーす。あ、じいさんがなんか辛そうだ。後で、カレー持ってってあげよう。やっぱり、あ、開いた。今欲しい？あ、え、どういう状況？あ、で、すごい。昭和シンプルお姉さんめちゃくちゃナルシストなのかも。全部その写真になってる。きっとナルシストなんだ。OK? で、あ、閉める。閉めてくれるんだ。大丈夫？気づいてるかね？大丈夫って。で、やっぱ、孫板みたいなやつ、なんかより顔が黒くなって、で、鏡にすごい映り込んでくる。動いていいよ。んで、その、なんか、ガラスのところに、映る。んで、鏡もどうせ映るんでしょ？うん。ほら、映った。あ！すごい！怖いっていうか、その、どこにいたんっていう、その、どこにいたんっていう感じ。で、PPP は何の PPP かな？洗濯機も終わってるんですけど、あ、結構ここにさ、干してたやつなくなってるから、やっぱちゃんと生活感もありますね、その、うん、もう使えるようになったやつは、もう、私のこと、見えてるんでしょ。オケからナルシスト、昭和、ナルシスト昭和シンプルヘアお姉さんが、オケから出てますよ。教えてあげた方が編集の時怖くないかなと思って。うんうん、なるほど。今回はね、結構面白いに、あ、私のこと、私のこと見えたらでしょ。私のこと、この音楽も相まってすごい、そのラップの始まりの感じ。おばあちゃんもまたおなだ、ねえ、もう猫背すぎますよって。飲みまい、さあ晩ご飯にするかね。おばあちゃんもちょっとカレーにうなりしてきてる感じじゃん。大丈夫ですか？あ、あ、な、
新手の鍋つかみみたいになってますけど。私のこと見えてるんでしょ。見えてるよ。あなたのこと見えてるよ。ささやかれたらささやき返そう。次の日、まだじゃあ怖いターンじゃないんだ。知ってんだから。次の日になったらもう怖いターンなんでしょ。私のこと見えてるんでしょ。真っ暗だから今私のことだけ見えてるんでしょ。電話ボックスなんかどんどん変わってってるんだけど、気のせい？え、数十年住んでんのここに。母さん、早く迎えに来てよ。昨日のおじいちゃんのこと、本当だよ。なんか、変な子もいるし、早く帰りたいよ。ね、誰って、おばあちゃんの家にいる子だよ。うん、私と、同じくらいの歳の子。セタか。誰って、なんか変な子だし、話してないよ。ああ、そう、今、あなたの後ろにいるのだ。え、そんな子いるはずないって。お母さん、どういうこと？あ、ほら、ねえ、ご飯だって。ねえ、ご飯だって。ナルシスト昭和シンプル部屋お姉さんがすごい教えてくれてる。近い、開けたらぶつかっちゃうよって。ねえ、ご飯だって。ねえ、ご飯だってば。ねえ。あ、すごい狭い。大丈夫ですか？狭いですね。爺様と昭和シンプル部屋お姉さん、ナルシスト昭和シンプル部屋お姉さんに、あ、それじゃ呼ばれたから行くねって言えるかな。すごい、中に入ってきちゃったから、ちょっともう一回巻くねって言わなきゃいけないレベルの感じになってるけど大丈夫？それじゃ呼ばれたから行くね。いなくなってる。よかった。狭かったもんね。あれ、いない。よかったじゃん。まあ、うん、よかったじゃん。狭かったし、あ、ちょっと狭いことしちゃったかもと思って、先に行ってくれたんじゃない？ねえ。なんか、あ、なんか、着物的なやつ干されてる？違うか？布団か？も、前からありました？ちょっと覚えてないんですけれども。ねえ、ごめんなさい。私、あんまり覚えてないんですよ。昨日のこと覚えてない。あ、でしょ。シンプルヘアお姉さんが2人いて、ね、坊やが1人、ね、駄菓子屋さん、あ、やっぱりね、予想してた通りでした。キューピーちゃんがなんか黒い涙を流してまして、で、ナルシスト昭和シンプル編お姉さん、ついにアイスクリームになりました。6アイスクリーム。あ、6アイスクリームになってます。ほいで、あー、まあこれも予想してたやつがもうビリビリになってる。まあちょっとなんか、あ、背高ー。そして、背高すぎて首取れちゃって、なんかでも大丈夫かな、そこにあって、そのなんていうの、なんかその神様への冒涜、神の神への冒涜、なんていうの、こういう時なんて言ったらいいかな。まあまあまあね、あんま気にしないタイプなら全然いいんですけど。お家だ。いつかこのお水のところからもなんか出てくるんじゃない。おばあさんまたうなだれてるな。晩ご飯、おめえの好きなカレー作ったでよ。はよ帰ってこい。またカレーだね。でもほら、寝かせれば寝かせるほど美味しいって言うからさ、あんま余計なこと考えないでおこよ。なんでなんでカレーばっかり作るんだろう。若い子は確かに辛いよね。お母さんが好きだったのかな。あ、いいよ、前向きに行こう。そうだね。うんうん。お母さんが好きだったんだったら、しょうがないかって。もう、カレー食べるしかないかって。食べ、お、予想してた通り。人形がなんか怖くなるのかなと思ったら、毛が伸びてます。結構薄めの、ファサッとした毛。あの、電車とかで、半袖の季節に当たるとちょっと、あっ、ってなるやつ。タイプの毛。てんてんてん。ああ、時間がついに
逆戻りされていますね。4時45分じゃなくなりましたね。おばあちゃん、階段にいる。俺、母ちゃんと一緒に行こうな。あ、母ちゃんって…まあいい、ついて行こう。おめえ、おばあちゃん鏡に映ってなくなかった？気のせい？おめえは子供だから変なものが見えるって。あ、もうおしまこえなくなっちゃった。おーねえ、近寄ってきてる。やっぱりあの女の人顔黒くなってると思ったら近寄りすぎちゃって毛が出ちゃって。あ、待て、お、え、もうちょっとどっちが席かわかんないけど、顔が出てる桶がここにあるのか、桶から顔出てるやつがここにあるって言った方がいいのちょっとわかんないですけれども、顔が出てるタイプの桶が椅子の上に置かれてます。皆さん見えてますか？家の中に知らない誰かがいるとかなあ言ってたんだ。ああ、おじいちゃんがもだえた後心配ですね。ああ、すごい、もうもだえた後だって思ってるからそんな気にならなかった。母ちゃんには見えねえで信じてやれなかった。かわいそう、おうちがそんな場所やだね。おじいちゃん結構アクティブ。お前は就職してそれっきりこの家を出ていっちまった。超シンプルヘアお姉さん、また鏡に。母ちゃんは許してくれや。ああ、え、おばあちゃん、私をお母さんと間違えてる。でも家の中の知らない誰かって。私のこと。お、近いね。なんか私その面白いこと見つけようとしすぎて今何の怖いという感情も失ってる。コロキ。え、大丈夫かな。ごめんなさい、続けよう。もう鏡は何も見えないぐらいに濁っているが、うん、映った。で、影のみの昭和シンプルお姉さん、あー目が映ってる。で、昭和シンプルヘア、お姉さん1、2、3、4、ラップゾーンですね、ここ。皆さんラップのゾーンです。はいはい。あー、で、なんかナルシスト昭和シンプルヘアお姉さんが落ちてきました。気にしない、もう そのナルシストだから私を見てのターンなんで今。あんで、おばあちゃんはやっぱりうなだれてる。ずーっと誘惑してるねこの家ね。うん、で近寄ってくる。ちょっとずつ顔上げるかもしれない、気をつけよう。真っ暗になった。大丈夫です、予想してたんで全然大丈夫ですね。うん、囲まれてますね。で、ばあちゃんが一番怖いかも。なんかすごい、ばあちゃんにすごい覗き込まれるの私結構怖いかも。さあ番号にしような。テンション高ねえ。あ、うん。またカレーまたカレーだもんね。次の日、まだ次の日にならないの？あ、次の日になった。ラストです。喜んじゃって次の日になりました。皆さん、ここからが日のぐつになっちゃった。ここからが本当に怖いターンですか、それとも終わったんですか、どっちですか、終わったんですかね、終わったんですか、まだですか、終わったんですか、どっちですか、終わってない、世紀末みたいになってる。バリのスバ、バス乗り場。はい、お母さん、早く迎えに来て。もう、帰りたいのに。ずっとバスが来ないの。歩こう、もう、そういう時はさ。うん。お願い。もう、わがまま言わないから。お母さん、昨日迎えに来たの。家がなくなってるって、何を言ってるの。私、ずっとおばあちゃんの家にいたよ。早く、あれ？あ、完全に向こうの墓地ですね。あれ？私、何してたんだっけ。ああ、もう自我がなくなりました。家に帰らなきゃ。
自我をなくした少女を動かすのも辛いよ。全部真っ赤っかの世界でね、ちょっと揺れ起こし、あ、もう私が好きじゃないと言っていたトンボは止まってて、ポーズのじいさんが出てきました。バラっぽい網、あ、なんか下に引くタイプのやつの中からね。はいはいはい。で、昭和になっちゃったのかな、この国はね。すごい。はいはいはい。で、ガラス戸に女子映ってる。で、あ、なんかその孫とじいさんみたいなやっぱいる。で、時計も狂ってる。贅沢は敵だと言われたので毎日カレー食べてる。だ、もうなんか、なんかお水汲むところから手が生えてる。そしてその手も落ちる。ね、あの不謹慎じゃないですかって言ってた、その通りにお顔を置いてある。あ、喋ってる。そんなに気にしてないタイプ。いいです、全然気にしてないんだったらもうこっちも気にしませんからって感じで、で、手がいっぱい出てる。ほんでばあさん、うなだれてる。ヨゼタンが今日はこれ多分判定クラブだな。今日は配給があったでよ。反対から読むんだ、字に書いたときは。やべやべ、食あんご、ご飯食べようや。ご飯食べようや。あ、セーターか。ナレシストシンプルヘアお姉さん。合ってる？私ずっとこの名前に呼んでたかな。おばあちゃん、今、なんて言ったの？もうさ、歩いて帰る、あ、ね、早いよね、歩くの。よしんでるんてえみ、ことの私。私のこと、見えてるんでしょ。で、あー、毛だいぶ伸びてる。すごい、ね、後ろなんか玉ねぎみたいになる。玉ねぎもさ、すごい毛生えてくるもんね。根っこか。おばあちゃん、笑ってる。でも、あの笑い声、何かおかしい気がする。ねえ、なんかよくわかんないドア開いてて、でも時計はもうおかしくなってるのは昨日から。あー、んで、ナルシストシンプルお姉さん、自分の顔持ってるタイプ。うん、で、落としちゃう。大丈夫ですか？落ちちゃいましたけど、大事なもの拾ってあげる。え、よしんでるんてみ、ことの私。はい。で、電話も黒電話からもうその壁についてるタイプの、さつきちゃんが、病院に電話するときのタイプ。病院じゃないか？病院かな？うん。タイプの電話。で、鏡も割れてるから何も映らん。あー、すごい。その、なんていうの、見せるタイプのインテリアゾーンが毛だらけになってます。あー、すごい。見せる毛だ。見せるタイプの毛だ。あー、でがいきまーさいじー。パーさんが、ナルシストのお姉さんの部屋にいる。あー、会いたかったでよー。あ、すごい、なんか、その、うん。なんて説明したらいいかな、これ。まあ、その芸術的な、その、芸術的な絵って、私のような凡人には理解できないですよね、みたいな状況でした。で、お姉さんが覗いてるね。こんにちは。で、あー、ずっと私が気にしてた。孫板、孫板って言うんかな、これ。間違ってたかも。羽子板？羽子板かな？孫板かな？まあ、どっちでもいいんですけど。あ、で、手が追いかけてきてる。で、動けない。あ、すごい！なんか、こういうタイプのジェットコースター。なんか、こういう、囲まれてるタイプのジェットコースターに乗ってて、リエ、カオ、お帰りって言ってます。動いてますね。はーい。はい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 。あー、すごい。厳重な。あー、なになに？すごい。あなたは見えてる。あー、うん。え、慣れちゃったからもう、何にも怖くなくなっちゃってる。どうして？これがあれなのかな？あんまり怖くないやつなのかな？しかも。え、これ怖いやつなのかな？前回もめっちゃ怖かったよ。そんな風には見えなかったと思うけど。なぜ私はクラッシュバンディクーばっかり叫んでしまうんだろう。
あーすごい、もうすごい、ナルシストゾーンに入った。ナルシストゾーンに入りました。もうだって自分の形に壁をもうね、作っちゃってんだもんね。で、うわ、ナルシストお姉さんがすごい。だから、見てって、ここにハマって、写真撮って、見てって言ってる。ごめん、私が喋りすぎて。怖い人が何言ってるか分かんなく。聞こえなかった。何も言わんのかい。でも、言うかも。あ、痛そう。なんか痛そう。すごい痛そう。なんか私の顔にちょっと似てない。そこにもいたのか。ああ、はい、いました。エンター押したらなんかあるんでしょ？エンター。ムンク。ああ、すごい、都だ。この作品はやっぱ、目が赤くなってしまうんだな。ウサギさんみたいだな。あ！もうおばあさんもいなくなって。知らないお姉さんに、やっと自分から歩み寄るのかな？ね。ねえ。おばあちゃんたち、どこに行ったの？来る。おー、もう、マジで、キスする5秒前ぐらい。のたれまこり好き引き、あ、これ反対ね。昭和に引きずり込まれたの。なんて、咳化して、地面にめり込んでってるから、多分昭和に引きずり込まれて。ああすごい、昭和シンプルヘアお姉さんがすごい歯を見せて、こっち見て笑って、見えてる、私のこと見えてるんでしょって言うて、近づいて、どんどん近づいてくる。オッケー、もう、あ、大丈夫ですか？すごい。あーすごい。あーすごい。愉快そう。あ、すごい近い！で、バーンってなって。ギャーン！あ、私のこと見えてるんでしょ。よし、耐えた。耐えたわ。皆さん、私、今回も耐えました。慣れたのか、これがまだ初級編だったのか。あ、まだあるのか。エンドロールでしょね。エンドロールだと思う。私今何も動かしてないんで、多分エンドロールだと思います。皆さん多分ね。でも逆戻りするわけじゃないんだね、これは。なるほどね。ちょっとまたなかなか理解することができなかった。私ってなんでこうなんだろう。スタッフ、ゲームマガジンさん、はい、ということで皆さん、これエンディングに入っております。これはね、ちょっとダメすぎたね。その私がダメすぎた。もう完全に一回やって慣れちゃって、そのもうこういう怖さが出てくるもんなんだって思っちゃったから、完全にそのもう出てくる前提、もう出てくるよねっていう前提で全部見ちゃったから。だからな、でも多分これ怖い人が見たらもう何見ても怖いと思うよ、実際ね。ただ私がやっぱそのもう完全に実況しようって、それも見たことをそのままみんなに伝えよう、実況しようって思ってかけた。本当怖がりなの、本当は怖がりなのに、それがうまくその実況としてできない、実況する腕がなかったっていうだけなんですけれども。あ、カラーになって、あ、これじゃあ家の中に本当はもう入ってるっていう状況ですかね、このエンドロール。ああ、あの子の帽子があそこにある、どうなっちゃったんでしょうか。終わるかな、いや、またあるかもしれない。最後の最後にバーン来るか来ないか。あ、来そう。アイムシアンって言った後に来そう。はい、来た、やったー。
ビンゴ大会で勝った時の人のテンションで喜んじゃった。日の愚痴にやってますね。にゃん。はい、終わりました。次の日、昭和からの呼び声、合ってるかな？ちょっと僕見よう。昭和からの呼び声、毎回もうこれチェック してるわ。昭和からの呼び声、プレイ終わりました。ちょっと本当に反省してます。ちょっとダメだね、やっぱね。ちょっとやっぱその、ドキドキを忘れちゃいけないなと思って、ちょっとホラー系のね、そのゲームどんどんいろいろやっていけたらいいなと思ってはいるんですけれども、ちょっと初心の心忘れず、ドキドキを持ったままやり続けたいと思います。やっぱそのツッコミ癖がどうしてもね、なかなか抜けないんですけれども、引き続き楽しんでやっていきたいと思います。こんなゲームどう？とかっていうのあればね、ぜひ皆さんおすすめしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。コメント欄の方とかね。よろしくお願いいたします。ということで、今回の、動画も面白かったよ。よかったよ。頑張ったね。っていう方、ぜひいいね押してもらって、グッドボタンいいね押してもらって、初めましての方は、よかったらね、まあそんなに楽しいことできてない番組なんです番組、チャンネルなんですけれどもよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回は以上です。クメリカでした。またね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。